はい、ムービーの皆さんです。皆様こんにちは、金木役をやらせていただきました久保田正孝です。本当にいよいよ、みんなでここにいるメンバーでですね作り上げてきたものが形となって皆様にお届けする日がやってきてすごく感慨深いです。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。続きまして築山主役松田翔太さんです。築山やりました松田です。今日は集まっていただいて本当にありがとうございます。ちょっとね特殊な役をやったものでどういう立ち位置で喋ったらいいかなっていう感じなんですけど今日はよろしくお願いします。お願いいたします。続きまして霧島東海役山本舞香さんです。本日お越しいただきありがとうございます。霧島東海を演じました山本舞香です。短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いいたします。他にもじゃあ俺あったわ。あ、じゃあ行きますか。目ん玉の味はヨーグルトの味です。これは知らなかったですね。ありました。あ、急に来ましたね。どうぞ。金木の味はいちご味です。金木くんの味はいちご味です。いちご味、それは何ですか。いちごジャムとかをちょっと入れたり血のりの味とかってことですか。血のりはシロップが入ってますからね。はい、美味しかった。美味しかったですか。美味しかったですか。美味しかったです。肩かじらせていただいた。あ、美味しかった。僕はお腹の方ちょっと。そう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 ね、そうそう、刺して、ね、ナイフを入れていただきましたよね。はい、あ、いちごなんですか。いちご。なるほど。はみんな持ってんな。いいですね。ヨーグルトにいちごといろいろ続きますね。楽しい現場ですね。今までシークレットにしていたキャストの一人がいるんですけど、蒼太役に新田真剣佑さんを。はい、今後ろのスクリーンにご注目ください。はい、新田真剣佑さんが出演されてらっしゃる。なんかぶっちゃけその見る前からその登場人物のパンフレットあるじゃないですか。あれのところのね、二村のところの字をあの墨みたいにこうぼかしてる感じだったじゃないですか。あの時代から結構マッケンをって当てた人が結構多かったんですけど、あ、気づいたよっていう人、あ、やっぱいもうちょっとクオリティを上げましょう。隠すという、ね、そうです ね、 そうすね。ちょっと長いの方に言っときます。本日はお越しいただいてありがとうございました。今日からスタートということなんで、どん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 、伝えていった言ってもらえたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして久保田さんです。はい、今日短い時間でしたけど本当にありがとうございました。本当にあの東京グールってちょっと怖いっていうイメージもあるかもしれないけれども、でも蓋を開けてみるとすごく人間味があふれていて、誰よりもこうグールが人間らしいというか、生きていくことってすごく難しいんだけど、でもそれってやっぱいろんな人に置き換えて変換して言えることだと思うので、なんかいろんな見方ができると思うので、本当に一度ならず二度までも本当にね見ていただけたら嬉しいかなと思いますので、あとたくさんでね方々にSNS だったりで発信していただいて、ぜひ続編ができるように皆様のお力添えあれば嬉しいなと思いますので、最後までよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。